ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ、大和なでしこを語ろう。どうもゆうちゃまです。日本には数々の恋愛ドラマがありますが、その中でも群を抜いて大和なでしこは面白いんじゃないでしょうか。松嶋菜々子さんが演じる仁野桜子さん。子供の時に貧乏だったのがきっかけで、お金持ちの男性と結婚したいという強い願望を持つんですよね。こう聞くと、なんかすごく男性をより好みしているように感じますが、やっぱりお金ってすごく大切で、子供のこととか今後の生活とか未来のことを考えると、お金を持った方と結婚するというのはあながち間違いではないのかなと僕は思います。桜子さんって実はね、意外と将来のことをちゃんと考えてる人だと思うんです。でもね、なんかお金を持ってる男性を追い求めてた桜子さんがお金をあまり持ってない大輔さんを好きになるって、こんなことってあるもんなんですね。ドラマということでいろいろな困難がありましたが、ラストはちゃんと最終的に結ばれる、この結末がすごく僕は大好きです。大和なでしこの底がいい。大和なでしこって男性にとっても女性にとっても夢のあるお話なんじゃないでしょうか。僕個人的にはですね、若葉ちゃんを演じた矢田亜希子さんがすごく好きだったので、若葉ちゃんが失恋してしまうのがものすごく悲しかったんですけど、僕的にはその振られてしまう若葉ちゃんがとてもけなげで可愛く映ってたので、役柄的にも良かったのかなと思います。結構ね、共感してくださる方多いんじゃないでしょうか。今の時代にもですね、こういう最後の最後に幸せを描くような、そんな幸せの形を作るような、そんなドラマが見たいですね。主題歌のエブリシングも名曲で、この曲を聴くと本当に大和なでしこを思い出しますね。大和なでしこ本当に大好きなドラマでした。特別編とかね、コロナの影響で再放送してましたが、また普通に再放送とかしてほしいな。いろいろね、なんか事情があって放送できないのは知ってますが、やってほしい。それでもそんなゆうちゃまでした。2000年に放送されてたんですね。もう21年も経つのか。感慨深いな。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。